よいしょ。はい、皆さんおはようございます。ということで、まだ真っ暗けですけどね、もうちょっとしたらね、日が昇ってくるぐらいの時間なんですけど、今ね、淡路島の方に来ています。今日はまあ暗い口はちょっとアジングなやってみて、でね、L 型天秤で塩糖して、ちょっといいサイズのアジを釣っていこうと思います。まあ今日はアジメインですね。それでは釣っていこう。ルックフィッシング。スタラバチャンネルやで。よいしょ。はい、今は アジングです。はい、はあ。ねえ、ちょっと、うん、あ、こういうやつ、はい、このも持ってる、持ってます、洲本の小萌でな、はい、小萌、小萌って奥側の方ですかね、洲本、ね、そうですね、ゆらや知らん、あ、わかります、ゆらの行くとこにあるやから、ホテルに目を開いてこいたらとこに、はいはい、あそこね、はい、あー、そっか、あっち側か、裏の方に、このアジ食ったんやけどな、はい、もう全然赤いなってね、へー、やっぱ移動するんでしょうね、いや移動ではないんやけど、うん、回遊魚やからね、そうですね、で、わしいたらもう地元のおっちゃんと二人よ、あ、うん、そうなんですか、おじいさんとね、はい、87ぐらいのおじいさん、へえ、あ、これってすごいな、言うたでしょね、で見とったら怖い、あんな先行くんやで、はかのよ、あ、本当ですか、ふん、早いな、バレたな。よそ見しょったくんね、これ味ってほんまやね、こっちあったくん、ね、気抜いてる時に顔やったこれ、今までだったら40分ぐらい、ああ、あんまことそんなことない、あげてもない、うん、うわ、今そっちのが偉いゴミ釣れたな、たとやなうやな、ああ、まあ、穴子が入るわ、
てベースケの木の湯とかね。はあ。この間星穴子を木の湯。へえ。ものすごい高い。あ、そうなんですか。星穴子、星のバーグ。へえ。あと星のバーグが背中、両背中に。あ、そうなんですか。うん、高級ぐらいです。へえ。上下用意方を。一つ持ってカゴ見ないで一つ。4つやったんだけど、もう一つまた出て。でね、サバを釣りたいけど、はい。サバってやつはあんで。サバの毛だな。うん。食べたまいな。8時頃まで毎日やから、また向こうで釣りしてるな。ああ、来た時はここサバ回ってましたけどね。うん。サバでも大きなやつたら、まあ、大きな歌って。20から25ぐらいのサバを持つ。ああ。あんなに。5日あったらもう、あれ食わんようになったな。この時間一番いいやけど。ほらね。タイミングね。ああ、ほんまほんま。よう当たってね。よし、来た来た。2匹目天秤？ああ、よっしゃ、来た。よいしょ。お、取れた。4匹目、アジングさんのサビキが1。
サウナをしてんの、え、サウナをしてんの、からばってたの、治った、治った、よかった、痛いよ、ちょっと痛った、痛は早かったよ、ね、あー、できないもんね、そうやね、うん、見えへんわね、うん、見てくれ、全然違うだ、ああ、これほんでしっかり作ってるやつやね、これ上3号や、ほん3号やと、へえ、下ここで下2号、うんうんうん、これも40年すごいな用持つ、うん、物持ちがええねんね、おっちゃん、いや言うてもこの、うん、この当時でシマノのこのの、うん、イソベーターこれ2の53号とか5手高かった、そっかそっか、うーん、コットヒーほんまやね、綺麗なやつ飛んでほんまやん、うん、欲しがる人欲しがるよね、やっぱね、一応釣れましたね、しっかり沈めてやったらべったりそこにいますね、サイズのいいアジはもう出ていったかな、よし、食ってきた食ってきた、あー乗らんか、でもバチバチ当たる、よしよし当たってきてる、あー乗らん、エギング持ってきたらよかった、まあでもね、新子は釣らない方がね、大きいイカにまた会える機会が増えるかもしれないですからね、バンバン成長してもらって、あんまちっちゃいのはね釣らないようにした方が
資源保護にもなりますね。最後までご覧いただきありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、よかったら見てください。このスタラバチャンネルの登録をよろしくお願いしますということで、それではまた次の動画で、バイバーイ。